今ちょっとね自分の個人情報言っちゃって、個人情報につながる情報言っちゃってさ、うん、だからなんかで気分が良くないんだよ。でぼーっとしてて、あ行っちゃったどうしようかなと思ったけど、まあいいや、また始めるか。そう始め方は良くないけど、まあ別に俺はそう始めたかったっていうか、そのなんかまあ動機なんで、さっきやった俺の動機の歴史をやりたいんですよ。俺の動画の前には幻の動画があったんだよっていう、まあ、みんなに言っておきたいが、じゃあ別に消さなくてもいいかな。でもなんか事故でその消えちゃうのは嫌だけどな。まあ一応復元しとこうかな、後で復元してちょっと画質も悪くなるかもしれんけど、でもこれが本物の 1080p だよ。あのパソコンのこと言ったらパソコンが多分なくなる。ごめんね、偽物とか言っちゃって、ごめんねパソコン。すごい綺麗だね。俺の顔はそんな綺麗にしなくていい、ボツボツとかあってね、全然綺麗にしなくていい人間ってすごいね。今出来物いじってるんであんま良くないな。やめろやめろ、顔きたね。なんか映りたくなくなってきた。ちょっと待って、俺の顔汚いな、汚っ。ちょっと汚いな、最近顔汚いからね。ポツポツすごくない？ちょっとこうやって、いやこんなみんな見せれないよ。分かった、俺が人気出ないの顔が汚いからか。めっちゃいじってやる。別にいいか、女とかすっぴんになってブツブツだもんな。いやブツブツの女やってねえやん。まあいっか、俺もそんなねえよ。めっちゃどんどん見せていくじゃん。なるべく俺の顔の汚いところみんなに見せたいと思いますっていう動画じゃなくて、まあ雑談ですよ。なんとなくね、もう趣味がもう雑談しかなくなった。今なんか面白い放送あんまやってないんで、加藤、俺が見るのあれでさ、加藤純一さんの雑談、あれがねいいんですよ。俺はなんで自分の動画見ないかっていうと、やっぱ自分の動画もまだまだな完成度だし、あれですよ、自分の動画見るとその自分って自分が好きなの作ってるから見放せないんですよ。耳でふんふんって聞いてる感じはできなくて、だからあれなんですよね。だからそのなんつうんですかね、うん、どうしようかな。まあでもめんどくせえな、なんか一回いろいろやんなきゃいけないの。音声データとかをさ直にドロップボックスとかにあげられないかな。それを動画とかにできないかな。音声データだけをさ動画にしてみたいなやり方できないかな。別に今度やってみようかな。なんかもうラジオでいいかもね。なんか自分の顔気にしなきゃいけないから、俺もラジオに変えていこうかな。なんか別に顔出さなくてもいいよな。あんまねかっこいい顔じゃないしね。まあいっか、別に顔出して。でもデータ食っちゃうんだよ。データを食べてしまい、食べませんけど、食べませんというよりは、まあ、食っちゃう。その動画の 1080p みたいな感じで長時間やってたらデータをねすごいなっちゃうから、まあでもいいか、映してても別に動画だしね。なんで顔出してやってんだろうな。顔出したら人気になるらしいから適当にやったし、なんか一時期ちょっと本名も公表しちゃったしさ、なんでだろうな。まあ別にいいけど、出してもその人気じゃないね、本名出すな。もう俺の本名さ探そうと思えば結構簡単にバレるから。ツイッターでも一時期本名をツイートしてたりしたけど、何個か消した気がする。残ってるかもしれないけど、まあでもいいや、別にどうでもいいし。でも顔出してたら絶対いつかバレるからさ、坊主にしなきゃな。明日坊主にしよっかな。明日坊主にしよう。今日は元気なかったけど、はい、やることないな。高木さんか、ああダメだ、もっと大きな声で喋りたいわ。ちょっと今日頑張ってね、坊主にしよう今日は。
もう当分外出ないし坊主でいいや、今日は坊主にしよう、今日は頑張って坊主にしますね。髪の毛これいいかなって思ったんですけど、変じゃない、なんか久しぶりに坊主の、いや、あーでも坊主ってちょっとさ、もう明るくない？だってこうだよ、こうでしょ、あー似合わなそうだな坊主。似合わないです、ハゲてないこれ、あめっちゃハゲてるよなこれ、あんま別に、え、これハゲてない、これハゲてるだろう、まあいいか、俺がここの毛とか剃ってったからな、そういう問題じゃない、あ俺ハゲてる、もしかしておでこ広くない、意外にでこひれー、でこ狭くしてやろうかな、キモいな、前髪で隠すな。ずっとでこをさ大っぴらにしてなんか活動してたんだろう、まあいいや別に。今日はねこれぐらいにしよう、寝たい、さすがに眠くなって疲れが取れない、映画見に行った、じゃあ